ってくれるかな。止めてくれるかな。当日予選。当日予選。出てました。当日予選。余裕で。余裕じゃないです。余裕じゃない。むしろちょっとあれって思ってたけど。今日ね、正直な話だけど、まあでも今日全員あのやる気で来てるんで。Hey yo, what's up? Praise Dance TV! You can fire in the house! どうしたよ。ついに当日予選勝ち上がってここまでやってきました。念願のファイナリスト、おめでとうございます。ありがとうございます。念願の ね、確かに夢にまで見た。そうだ、悔しくて眠れなかった、ね、夜もあったと。これでもぶっちゃけ、本当そのキングの後から、はい、ちょっと今までのスタンス俺じゃなかったなと思って、うん、変わったんですよ、ちょっと。変わった。そう、いいきっかけになったんですね。そうだね、なんかちょっと変わりました。いいきっかけになった相手は誰ですか。ね、言いたくないけどね。アメさんじゃないですか。いやですよね。まあ、相手はね、あの時は奇跡だったんで、また対戦できることを。そうですね。逆山か。そうですね。頑張りましょう。ありがとう。よし。もう負けるの、もう彼に負けるのは飽きたんで。おめでとうございます。もう今日はもう正直あの気持ちが入りすぎて絶対に勝ち上がりたいって気持ちだったから。勝てた反面なんかちょっと後味苦いダンスになっちゃった自分の中で。そうですか。だからまあ明日は自分が納得いくダンスをして。
勝ちたいなと。そうですね、こう気を張らずってことですかね、はい、リラックスしながら。ちょっと真面目に話してましたね。いいんです、うん、そこをお願いします。いいんです。じゃあ明日もですね、もう、はい、もう頑張っていただいて、今日は早く寝てくださいよ。遊んじゃダメですよ。帰りますね、はい、お願いします。したっけね。今何時ですか？今9時半っすね。早いね、はい、気合入ってる。今日は本当は賭博が帰る予定だったんですけど、ちょっと体のこと考えて札幌泊まりました。2日目ベスト4いってはモモですね。パワフルな子ですよ。勝ちます、勝ちますけどね。ウィングなんか9時ぐらいから会場に行ける。マジ9時知らんけど、張り切りすぎだよね。やばー。ウィング出るんでしょ。はい、どうすか。楽しんで自分らしく踊るだけです。でコンテストバトルも、うん、5カードまで。5カード今日の3つを全部取ります。Come on.
先生方に今まで以上に感謝したいと思います。ありがとうございました。KDB9 ファイナルオーバー15セイヤーバーザスウィングバトルスタート。優勝して嬉しいです。あの今回はちょっといつもの普通のバトル出る気持ちではいかなかったんで、キングが特別だから、僕的に、はい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 、キングだったから僕がなんかこう、調子乗れた感じがあるんで、なんかこういつもと違う、具体的に言うとどういう感じで違うんですか。まあなんか技術とかは全然変わんなくて、むしろ前より下手になってて、でもなんか気持ちですかね。気持ちね。バトルは楽しむもんなんだけど、今回はちょっと貪欲に勝ちにしたいなって思ってたんですけど、いやでも十分楽しんでたよね。まあすごい楽しかったです。結局だから楽しんでるやつが勝つんだなっていう印象を俺は受けたけど。本当ですか。あ、じゃあよかったです。どうですか、あの最後聖夜とやって、いや聖夜さんとはもうめちゃめちゃ仲いいし、なんかお兄ちゃん、札幌のお兄ちゃんみたいな感じなんだけど、なんかやっぱり絶対勝ちたいと思ったけど、勝ったら勝ったでちょっとなんか寂しくなっちゃったというか、なんていうのかな、難しいけど、なんか俺だけが優勝とかじゃなくて、なんか今日いたみんな優勝だし、まあそれはただこうトーナメントの結果だけであって、まあ、結果がついてきたのは嬉しいんですけど、もうちょいこう、なんちゅうのかな、難しいね。いや、なんかこうみんなのね、みんなで作った空気の中でウィングが一番力を発揮できたっていうことになるのかな。聖夜にも引き出される。いやもう聖夜さんとのバトルはもう良かったです。本当に本当に良かった。いや全部全試合楽しんでたような感じが俺はしてた。これはちょっとやっぱりこうガソリン入れてたんですか。今日入れてないですね。昨日は入れました。昨日入れました。そのぐらいでね、はい、言ってね。いや本当にウィングおめでとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。あ、来た。噂をすれば。どうしたんですか。キング、いいっすね。やっぱりな。あ、もう最初から最後まで見どころです。相方に感謝したいです。はっ。